どうもこんにちは、元杉と申します。今回はセントジェームスのバスクシャツをご紹介したいと思います。で、今これまさに僕が着てるのがそうなんですけども、このセントジェームスというブランドは1889年にフランスで設立されたアパレルメーカーになるんですけども、でこのセントジェームスの今のこのバスクシャツのデザインの起源っていうのがですね、もともと現地の漁師さんですとか船乗りに供給してたマリンセーターがこのバスクシャツのデザインの原型になるんですけども、でバスクシャツのバスクっていう名前はですね、これはフランスとスペインがこう隣接して存在するんですけれども、でこの国境のところにですね、隣接してる国境のところにバスク地方っていうのがまたがってあるんですよ、フランスとスペインに。でこのバスク地方のバスクっていうところからこの名前の由来があるんですけれども、でデザインの特徴としてはこういうマリンボーダーというこうピッチが細い、このボーダーが細いこのマリンボーダーという柄と、あとはこの独特のボートネックですね。ボートっていうのはそのまま船っていう意味なんですけれども、ボートの形のようなこのネック、首ですね、これはボートネックで、これは広いんですよ、ちょっと。で、あとはですね、セントジェームスのこのバスクシャツっていうのは洗っていくとですね、結構袖が短くなってて、こう首丈とか八分丈ぐらいになっていくんですよね。でこう襟が広かったり袖が短いっていうのは、これはあくまでも海の上で、過酷なこう環境で作業をする人のもともと仕事着が、デザインの由来になってますので、こう簡単に脱着ができたりとか、あとは作業してる時に袖がこう機械とかロープにこう巻き込まれないように、そういった細かな実用的な意味合いが含まれてると思うんですけれども、これがセントジェームスのバスクシャツということになりますね。このシャツっていうのはですね、洗うと結構縮んで、サイズ選びに結構困ったりするんですよ、着たことがない方ですと。で僕は昔からよく着てて、で今回ちょっと改めて現行ものを買い直してみたんですけれども、ほとんど昔とディテールは変わってないような感じでですね、で全く洗ってない状態と、1回洗った状態、2回洗った状態っていうのをちょっと検証してみたんですけれども、こう表にするとこんな感じになってますね。で2回洗うとほとんど縮みはなかったんですけど、袖だけ多少縮んだんですけれども、この表を見てもらって分かる通り、やっぱり一番縮むところは袖だけなんですよね。宮台のものに対して大体3センチくらい縮むので、で着用した感じはこんな感じですね。で1回目と全く洗ってない状態と、1回洗った状態でこんな感じなんですけれども、で次はこう全く洗ってない状態と、2回洗った状態でこんな感じになるんですけれども、やっぱり全体的にこう、丈も縮んで袖も結構縮むのですっきりした印象になりますよね。で僕は身長180センチの、体重75キロ、胸囲は96センチなんですけれども、このセントジェームスのバスクシャツは T6 っていう、セントジェームスは T1、T2、T3 みたいな感じのサイズ表記なんですけれども、で僕はこの T6 っていうのを、若干ゆったりめに着てます。正直なところ T5 という一つ下のサイズでも着れるんですけれども、僕はちょっとゆったりめに着るのが好みなので T6 っていうのを着てます。なのでそんなにこう全体的に袖も短くなりすぎないですし、でこの下にシャンブレーシャツですとかボタンダウンシャツみたいなのを重ね着しても全然こう窮屈感なく着れるような感じになってますね。で着こなしについてはいろいろあると思うんですけれども、僕が最近気に入ってる、最近とか昔から気に入ってるのはこんな感じでですね、このセントジェームスの、バスクシャツ、もうこう海軍ミリタリーを連想させるようなものに、あとはこうカムコのシックスポケットミリタリーパンツですね。アメリカのUS アーミー陸軍が使用していたデザインのものをベースにしてるんですけれども、このパンツと、あとはこのデッドストック の、イタリア製のスニーカーなんですけども、これはイタリア海軍に支給してたこのスニーカーになりますね。で僕はこの何でしょう、自分の自己満足なんですよ、こういった縛りでこのコーディネートを楽しんでるんですけども、ちょっと最近というか数年前にですね、もともとこの
セントジェームスのバスクシャツっていうのは、あのナバルっていうモデルとウエッソンっていう2つのモデルが代表的であったんですけれども、数年前にナバルは変わってないんですけれども、ウエッソンと全く同じデザインでギルドっていうものが出てきたんですよね。で、このウエストンとギルドっていうのは何が違うのかっていうのを説明したいんですけれども、今ちなみにこれ僕着てるのはギルドっていう風なモデルなんですけれども、日本のその正規代理店さんが扱ってるのがウエストンっていうモデルになってて、でフランスの本国で売られてる、まあ、いわゆるインポートラインのものは、まあ、ギルドっていう風な名前になってるんですよね。でこれはおそらくまあ代理店さんが、まあ、こう輸入品とまあ、国内品っていうのを、まあ、どっちもフランス製なんですけれども、こう区別するような分かりやすく、まあ、そういう風な、まあ、名前を変えてると思うんですけれども、で人によってはですね、なんかこっちの方が大きいこっちの方が小さいみたいな微妙な個体差を気にされてる方もいるみたいなんですけれども、まあ、そもそもインポートものはですね、全く同じデザインのものでも多少の個体差は結構あるので、まあ、あんまり気にしなくてはいいと思うんですよね。だ基本的にこう僕が昔ウエストンを使用してた時も、まあ、このギルドっていうのを着た感じ、洗った感じもほとんどこう商品のクオリティですとかサイズ感に、まあ、差はないので、まあ、あんまり気にしなくていいと思います。で値段も結構違ってて、まあ、こういう感じになるんですけれども、で基本的にはまあディテールっていうのはそんなには変わらないので、まあ、値段で言ったらまあ断然ギルドの方が安いんですけれども、まあ、これはお好みで選んでいただければと思います、はい、今回はセントジェームスのバスクシャツをご紹介させていただきました。この動画が少しでもご参考になりましたら高評価とぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Facebook、Instagram、ブログなど他のまあ SNS もやってますので、そちらもぜひフォローの方よろしくお願いいたします。では本日もアメカジファッションを楽しんでいきましょう。